では、佐野美さん、アビルさんの文化人版極限ごめん、はい、ではご紹介します。アビルさんの極限ごめんです。このように書かれてます。12年前に安倍氏がうまく乗じた機運とは何だったか。それは保守の潮流と新しい経済政策だったのではないか。もし野党時代の自民党が保守色を強めるのではなく、逆に民主党の政策に寄せていたらどうだったか。極端なことを言えば政権奪還自体できていたかどうかわからない。今回の総裁選でも一部候補からは立憲民主党と何ら変わらないような政策や主張が聞こえてくると、自民党総裁選と機運誰がつかむかというタイトルで書かれております。アビルさん、この解説をね、はい、勝海舟の氷川誓話の中の言葉を引用したんですけど、中に機運というものは実に恐るべきものだと、西郷でも木戸でも大久保でも驚くほどの人物でもなかったけれど、彼らは王政維新という機運に乗じてきたから俺も並行したよっていう言葉があって、まあそれを引きながらですね、この機運というのは時流とも言えるかもしれないなと思うんですけども、その時々に国民が潜在意識のように持っている望んでいる願いのようなものをですね、にうまくつかめばですね、本当に時のリーチというか、なんかいろんなこう機運に乗れると思うんです。ですからこの原稿は先週の原稿ですけども、今現在小泉さんが優勢だと言われている流れの中でもですね、本当にその機運のようなものをつかめば状況は変わると。安倍さんの時を振り返ると、12年前安倍さんは3位か4位だって言われてた。そこからあれよあれよという間に、トップに躍り出たっていうのはまさに機運に乗じたんだろうと私は思っています。でそれは何かというと、やはり人その一つはいろいろあるんですけども、野党時代の自民党が民主党と対比っていうか差別化を図るために余計保守化したんですね。その流れの中で安倍さん待望論がさらに広がってっていう動きがあったわけで、今自民党の中がどんどんリベラル化しているような流れでは、結局立憲民主党が支持を何ら得られていないのと同じような結末が待ってんじゃないのと、そういうことを考えた次第ですね。機運ですね、名護さん、機運。これね、畔蒜さんのコラムをね、拝読させていただいて、やっぱり内閣総理大臣、自分からこうなりたくてというよりか、やっぱり時代が呼ぶかどうか、はい、呼ぶのか、あるいはそれをつかむか、多分そういうイメージを私は持ったんですね。本当に安倍さんがなるときっていうのは時代が求めて、そう、だからまた復帰して戻ったところだと思うんですね。で安倍さんの時も小泉さんの時も共通しているのは対立軸を作ったんですよね、はい、で民主党に対しての、安倍さんの政権奪還の保守的な対立軸と、で小泉さんは自民党をぶっ壊すって対立軸をやったと、で今回はじゃあ小泉さんが自民党内の リベラル勢力の機種とするならば、思い切った対立軸を見せていくと、それが高市さんなのか青山さんなのか、あるいは小林さんなのか、いわゆる保守的なね、加藤勝信さんも今日お話をされました。なかなかやっぱり五箇条のご専門にねなぞらえて、加藤勝信の五箇条、これまさに書いてあることは、ちょっと一部納得いかないところがあったですけど、やっぱり安倍さんの側近中の側近中で いらっしゃったという部分で、やっぱり僕は思いっきり、自民党の中でのその対立軸をもう露呈させる、そういうこう選挙戦であればいい結果になるんじゃないかなと。で多分時代が何かを呼んでくれると、それを信じたいですね。例えば立憲民主党がですね、一番岩にもうすでになっている夫婦別姓とかをですね、わざわざ自民党総裁選で掲げることに何の意味があるんだと、私はさ、そこから言いたくなりますけどね。前の今岸田内閣というのは機運というよりもなんとなく流れの中だけでやってきて、実際にじゃあ
今振り返っても成果って何だったのって言われてしまう中で、今機運っていうのが動き出した、これはあのタイミングとしてはですね、公明党も代表が変わる、あ、そうですね、ですね、表明されましたね、山口さん、はい、退陣のね、これも一つの機運だと思うんですね。動き出す何らかの公明党も変わってくるとなると、うん、一つ今回の総裁選って実はあの本当に重要な局面なのかもしれないなって思うんですね。まあ、時代が動き出しているのかもしれませんね。派閥もなくなったしね。はい、ですね。で、特にあの今回あの、まあ、二階さん森さんはほぼ発言もなく、まああのですね、麻生さんがどれだけ影響力、だいぶ世代交代っていうのが見えてきた、自民党の世代交代も見えてきていると思うんですが、あの菅さんっていうのはどれぐらいまだ影響力をお持ちなのか、畔蒜さんもちろん。そうですね、まあ、菅さん一定の影響力があるのは間違いないですね。本当にそのすごく強い影響力があるかって言われると、まあ、若干疑問は残るんですけどね。まあ、で麻生さんはしかし今回やっぱりキーマンではあると思いますし、まあ、その世代交代という意味では、まあ、まだ過程だとは思っています。ただしその結果でまたそれが変わっていくと、今は過程ですけどもう大きな結果に結びつくかもしれないということですね。あの今回非常に心配なのも8人の方が表明されて、まだ増え1人2人増えるかもしれない中で、あの先週もお話が出たんですが、これでは討論がですね期待できないんじゃないか、あまりにも多くの方がですね出てきていて、じゃあ意見の対立、意見の対立構造を先ほどできるのかって、長尾さんかなり厳しいよね。いや、ここはね、あのたっぷりと、あの1人本当はね、あの15分のところね、候補者が多いからね5分にしましょうとか、そういう議論じゃなくて、それぞれねどれだけあの尺取ってでもねやった方がいいんですよ。で、候補者の数が多ければ報道の尺も多くなるから、そういう点でも立憲民主党の代表選なんかも埋没してしまえばいいやというふうに思うんですけど、僕はね、あの例えば今回今8人、でまあ10人なのか12人なのか分かりませんけれども、まあかける20人っていうことは、まあ最大240人、367人のうちの240人が誰を応援するっていう、こんな総裁選かつてないですよ。でもまだ367-240の残りの方は表明してないわけですよ。はいはい、ここがで、ね、残念ながらそのリベラルと保守系っていう、あえて対立軸を作るとするならば、推薦人になりますというふうに手を挙げた人の数だけ考えると、やっぱり我々多少ちょっと劣勢なんです。あとは推薦人に名を連ねてない人たちがどう動いていくかっていうところの、このピンポイント攻撃だと思いますね。ですからまだまだ最後までは分からないと思う。それは保守本流の方がちょっとまだ劣勢な感じを受けてしまうと。あの、ね、保守本流でなくてもいいんです、はいはい、保守本流でなくてもいいし、はい、例えば保守とかあんまり好きじゃないんだけどなと、はい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 、だけど小泉さんがあんなにね、うん、なん今の段階でね、僕は労働政策の労働の流動性ってのは必要だと思いますよ。だけど需要が高まってない中でやってたら失業者が増えるだけだっていう、僕はそういう意識を持ってるんで、小泉さんの論調ってのは今の時代の政策じゃないんですよ。だからそういうことを考えた時にも、保守であろうがリベラルであろうが、果たして小泉さんの政策で本当にいいんだろうかと思う人たちがこちら側に動いてくれればっていう、そういうあの主張の仕方が寛容ですね、これからは。ちょっと進次郎さんの話題にですね、うん、はい、はい、では自民党の小泉進次郎元環境省、党総裁選への立候補を表明した記者会見で、憲法改正について最優先で取り組む課題、国会において憲法議論の推進に全身全霊で臨み、憲法改正発議の環境が整えば直ちに発議の後国民投票に移ると意気込みました。自民党が平成30年に策定した9条への自衛隊明記などを掲げた改憲4項目について、時代の要請で改正しなければならないと指摘しています。どういうのですかね、この時代の要請、時代の要請はあると、そこでここまで動いてきたんじゃないのかなと思うんですが、セクシーな進次郎さん、まあ、時代は動いてるのは事実でしょうね、時代は誰を選ぶかっていうのは、うんうん、
これからですよね、うん、優勢は優勢でしょうね、うん、今ね、かなりその優勢という話の中ですね、昨日もちょっと一般の方と話をしているとどうしてもですね、一般の女性の方と話してたらやはり あまり安全保障に興味のない方が多い回だったんですけど、新城さんがあやっぱりあの夫婦別あの選択肢別姓あげるとですね、やっぱりそこになんとなくあのイメージで惹かれてるように思ってしまったんですね。あと、まあ、環境のことをおっしゃる、ところで本当にこの憲法改正あの最初のイメージだと全くですねここに重点が置かれてないように感じてしまったんですが、その小泉さんの憲法改正というのはどういう位置づけなんでしょうか。もうそれはもうはっきりしているのはその憲法改正言い出したのは最近の話で、それまではあまり関心を示したことはないわけですから、まあ、基本的には総裁選に向けて自民党の各層から票を取り込もうとしたと、まあ、それだけですよね、うん、なかなか、この全身全霊で臨んでいただきたいと、まずまだこれからですね、あのこれからが、じゃあの本当に総裁選本番だと思います。でとなるとちょっと気になるのが菅さんなんですが、はい、自民党総裁選の立候補予定者や支持議員は告示前の最後の日曜となった8日全国各地で演説や視察などをこなし支持拡大に向けた動きを活発化させました。菅前首相は小泉進次郎元環境省を支持すると明言しています。菅氏は小泉氏が横浜市で開いた街頭演説に先駆けつけ何としても日本の舵取りを託したいと訴えています。公の場で支援を表明したのは初めてで大きなお力熱意を与えていただきたいと呼びかけました。はい、あのこの昨日映像とお写真見てだいぶ疲れていらっしゃるなと、菅さんだいぶお疲れになってるなというところと、まあ、あのたまたま少し前にですね菅さんお会いになってした時にですねちょうど神奈川県連がまとめきれなくたところでもやはり疲れていてですね、あのちょっと菅さんの疲れというのが感じられてしまいました。まあそこまで菅さんは本当に小泉さんにあの日本の舵取りを託したいと、これはあの本当にそう思ってらっしゃるのかっていう、どれぐらいのこれはスタンス的なのか本当にあの、うん、一あのどこまで思ってるから応援するんじゃないですか。本当に信じたいですね、はい、そうじゃなきゃ逆に困りますよ、はい、本当に、例えばあの自分がキングメーカーになりたいからあの神輿はなんとかでなんとかがいいっていうことでね総裁選利用するようなことがあったらいけないと思うんで、それは応援する側は本当にあのこの人が日本の舵取りを取らなきゃいけないという形で応援していただかないと困りますよね、ただ、はい、ね、あのプーチンと習近平とね、金正恩と、トランプと誰が小泉さんがあの戦いますかっていう話ですよ。その前選択的夫婦別姓の話はね、はい、国内的なあのことであれですけども、心配なのはこのままいったらあの立憲民主党が野田さんになるじゃないですか。はい、野田さんとの党首討論のような、ね、野田さんとの党首討論考えたってやっぱり軽量級の感は否めませんよね。はい、いやあの安倍さんこの菅さんの応援っていうのはどれぐらい意味があるものなんでしょうか。はい、まあ、菅さんはそのやはり菅グループというものをもともと持ってましたし、まあ、派閥より緩いとは言いつつも、まあ、実態的にはそういう形がありましたから、まあ、その人たちとかあるいは菅さんにお世話になった人とかが小泉さんにつくと思えばそれは一定の影響力が当然ありますよね。まあ、菅さんご自身はあの小泉さんと神奈川県選出議員の中で、まあ、ずっと付き合いも長いわけで、まあ、小泉さんの元気の良さと何て言うんでしょうねその明るい前向きなところが気に入っているんだと思いますが、菅さんは一方で人を見る目があんまりない人なんで少し心配ですけどね。はい、このまま小泉さん、説と小泉祭りみたいなところが言われているんですけど、この次の記事にお願いします。はい、メディア特にテレビ各局はまさに小泉祭りとでもいうような状態に陥っている、あたかも小泉政権誕生前夜であるかのような扱いだ。
自身が総理総裁に就任した場合には早期解散に踏み切ることを明言している。10月解散、11月総選挙のシナリオでいくことは間違いない。政権発足直後の高い内閣支持率を背景に一気に解散に打って出て勝利を収めることで政権基盤を盤石なものにする戦略だと。はい、なかなかですね、もう次のもうすぐに解散ということになります。これもしも小泉さんだったら やはりですね、討論を重ねるよりも先に解散、イメージ解散ということ、これが本当に国民のためになっていくのかというとですね、まあ、非常に疑問にもなるんですけれど、はい、畔蒜さん、これは、まあ、ただこれその自民党のシナリオと党のシナリオというものは存在しませんけど、まあ、一応自民党議員の描くシナリオとしてはもう新しい内閣を発足したら小泉さんであろうと他の人であろうともうさっさと解散してっていうことはみんな思ってますからね。ですから、まあ、それは、まあ、常道というか当たり前のことなんだとは思います。でテレビ局はテレビ局でその小泉さんのお父さんの郵政解散のイメージがまだありますから、あの時の熱狂みたいなのが起きて視聴率がいっぱい取れればいいと思ったでしょうしね。まあだけどまだそういうといってもその前の総裁選が小泉さんに決まったわけではないので、まあちょっと気が早いこと言ってるなという気がしますけどね。何かメディアがそういう方向にですね、本当に視聴率の話題のために持ってってしまっているようなところすら感じますね。まあ、露出も高いですし、ただ実際にこの10月解散11月総選挙っていうのはこれは長尾さんこういう路線で、いや具体的なも日程噂で出てますもん、はいはい、この日解散でこの日投票日で、まあ、10月の27とかね、もうそんなもう霞ヶ関永田町もペーパー出回ってるんで、はいはい、で実際今日初めてかな、複数のところが僕のところに事務所借りたって連絡がありました。はい、選挙だから本格的に準備に入って選挙事務所借りましたと、はいはい、分かった分かったっつって、はい、まあみんな誰が総裁であれ選挙だと思ってますね、はい、衆議院議員は、はいということは我々有権者も、もうそのつもりで選んでいかなければいけ、ね、見ていかなければいけないと、にわかに言われるよりもずっと今まで言ってきたことは何だったのかを確認していく時期に入っているということですかね。だから自民党にとってもね、はい、総選挙の手前のねこういった政策議論っていうのはねこれは追い風になりますよ、はい、やはり自民党支持率がですねここで上がってきてますね。上がってきてますから話題になるメディアって怖いですね、はい、もうメディア畔蒜さんこれまだまだようやく 30% を超えてくるぐらいまで自民党戻り始めて、はい、まだいいこれでももっと上がっていくような感じなんです。上がっていく可能性十分あるし、その総裁候補が揃って、まあ、みんなが所信表明じゃないですけどそれぞれ演説して討論が始まると、まあ、それはそれでもっと盛り上がるとは思いますね。特にですね立憲民主党の代表選がですね昨日もちょっと討論みたいにやってましたけど野田さんも共産党と組む可能性があるみたいなことをおっしゃってる。そういう考えを持った人に支えられている以上そういうことを口にしなきゃいけないっていう、もう本当に おつらい立場だなと同情はしませんけど確かに、まあ、その辺を見極めていかないとですね本当に、まあ、立憲民主党はただしまあ、長尾さんは相当早い時期ですけどもいろんな保守系議員がどんどん抜け落ちていなくなってもう今は左翼系にかなり純化されているのでですねもうそれはもう仕方ないなと思いますけどね。はい、で一つ青山さんの記事に、はいはい、青山茂春さんのポストです。私の推薦人になる意思を明示していた自由民主党現職議員が青山さんの会見の後も NHK が一覧表に入れなかったので青山さんは何らかの事情で降りたと思った。そこで推薦人になるよう何度も促されていた候補者の誘いを受け入れると回答してしまったと述べ似た例がいくつも発生しましたということです。動画は流れるんでしょうか。民主党の総裁選で公共放送の NHK が私という候補者をいないことにして扱いました。そのために自由民主党の議員にすら影響をして
青山さんはもう降りたんだってねということで推薦人集めに大きな影響が出ました。9月5日 NHK に放送法9条に基づいて正式な抗議文を出しました。9条というのはこういう抗議があれば NHK は調査をしなきゃいけない、調査の結果問題あれば訂正放送しなきゃいけないということですから、今後は NHK がどうするかにボールは渡っています。自由民主党の総裁選で公共放送の NHK が私という候補者をいないことにして扱いました。ね、はい、はい、これで長尾さんのポストも読んでいきたいんですが、はい、はい、長尾さんはこう書かれてます。 NHK 稲葉会長はこの抗議文に対してレスポンスをする義務があります。私たちも世論でこれを後押ししましょうと。長尾さん、まあ、長尾さんは小山茂春さんが NHK に出して、その後ね、9月の7日の NHK のニュースだったりあのネット記事なんかはすごい露骨で喧嘩売って、なんか高市さんと青山さんを除いた10人を紹介してましたね。うん、完全にね喧嘩売ってますよ NHK は。ひどいね。あの高市さんと青山さんだけ除いて9月7日付の報道をやってましたから、本当で世論調査はちゃんと青山さんも入れてるんですよ、世論調査だけは。だけど報道は青山さんだけじゃなくて高市さんも外してると。これ明らかに、まあ、青山さんであれなかれ、高市さんであれなかれ、立候補してる人がいるのに報道しないっていうのはこれ公共放送としてアウトじゃないですかって話ですね、この9条じゃ。なかなかですね、本当にあの都庁青山さんがいないことを違和感をやはり気づく人は気づいて、ただですね一般の人なかなかそういうのを分からないですもんね、報道しないから。報道しない、本当報道の特に NHK 報道の中立性という割にはですね、今の高市さんのことすら外してしまうというのは何とか意図を持っていたと考えられても仕方ないのか。まあ、民放はね、まあ民放だから、でも公共放送はねそれは許されないですよ。うん、畔蒜さん何かこの件は、ちょっとあのその7日の放送とか私見てないか気づいてないかちょっと全然記憶にないのではっきりしたこと言いませんが、まあ7日の時点で2人を外すというのはそれはおかしいのは間違いないですよね。これですね、9月7日の18時44分のネット記事、あこれですね、今出してくれてる、これ綺麗にあの2人が抜けてるんですよ。これ喧嘩売ってますよ、青山さんの抗議文の後ですから。おかしいですね。じゃあ斉藤さんが野田さんが記者会見しましたか。そうですね、っていう話ですね。はい、まだ斉藤さんも野田さんも上川さんも、ね、上川さんも記者会見しましたか、はい、って話ですよね。青山さんやってますね、はいはい、高橋さんもやってますね。まあ高橋さんは7日ではなかったけどね、9日ですけどね、はい、あの少し、中立性、まあ、逆に我々も NHK の今度報道を、まあ、もう見ていかなければいけない、注意してなきゃいけないところだと思います。やはりですね NHK 今特にですねあの中国アナウンサーの問題も含めて、はい、あの襟を正すべき時だと思います、ね、あれだって引き続き、ね、中国スタッフに使うって NHK 言いましたよね。これ完全に喧嘩売ってますよ、どこが悪いんだっていうあのアクションですよね。あのこと自体 NHK はですね NHK 自体が法で裁かれてもいいようなことだと思いますの です、ね、はい、少しはいはい、では、こういうことに関して岸田さんはどう、はい、岸田首相は自民党の総裁選でポスト岸田候補が掲げる政策について一つ一つにコメントすることは控えるが、政策責任政党である自民党のトップに立つ自覚と覚悟が問われなければならないと注文をつけました。防衛増税停止や金融所得課税強化など岸田政権の政策を転換する主張が出ています。首相自身が支持先を明かすかどうかはいろいろな状況が総裁選の中で起こり得るが、まずは自分自身の一票をどうするか判断するのが先だと述べるに努めました。これ旧岸田派、また上川さんがですね、昨日実は上川さんの近い議員の方から夜電話あって
ようやく揃った。これは上川さん静岡で、私普段静岡にいますので、それでお電話いただいて、静岡県連で応援してるって感じですね。そういう感じになってますね。はい、高知会はもうみんな林さんですよ。はいはい、うん、そうなってくると思う、まあ、みんなっていうかかなりの割合がね、はいはい、結構どこかに出てもなかなか後が厳しい、うん、ステレス票になっていくような感じもしますし、まあ、実際に岸田さんがこの総裁選の影響力を全く感じなくなってしまったんですが、畔蒜さん、これ、いや、岸田さんだって実際問題影響力ないと思いますよ。はい、まあ、宏池会が一つでまとまっていればその時は多少あったかもしれませんけど、もうそれも特にまとめてないわけですし、まあ、岸田さんは別にそんなに力は今少なくとも今回は発揮してない。なんかこの政策を引き継いで欲しいみたいなことを感じないんですけど、長尾さんどうなんですよ。いや、岸田さん最初新しい資本主義っていうで、ご著書もね、はい、まあ、今回僕もう一回読み返しましたけど、結局実現されたことってほとんどありませんね。安倍さんから引き継がれて、例えば防衛三文書のことだとか、原発の再稼働だとか、これはきっちりとやってくださった。憲法改正についても5月結構いいところまで行ったんですけども、まあ、あれはあれで僕は評価しますけども、結果着地できなかったっていう部分がありますけども、なんか異次元の少子化対策とかいうのもね、3年前のご著書に出てきてないんですよ。はい、LGBT も出てきてないんですよ。まあ、なんかこう一貫してないなって、そんな感じがしますよね。うん、まあ、岸田さんはその防衛三文書と、あとその反撃能力ね、うん、やってくれたのは良かったと思っています。はい、そうですね、処理水の問題も良かったと思います。はい、あ、そうですね。はい、まあ、ただしその新しい資本主義っていうのは、まずフレーズを思いついて、その後中身を木原さんに考えてくれって言ったような話ですから、そもそも全然中身ないんですよね。確かにスタートダッシュ的に防衛三部署の頃は期待、あ、もうやってくれるのかなっていうところを期待したんで、その後がなんとなくまあ、流れてしまったように思いますし、ちょっと外交遺産に、外交に関してはですね、自分のしてきたことというのを感じみたいですけど、はい、岸田首相は6日のユン韓国大統領との会談で、在任中の日韓関係の大幅改善をアピールしました。両国関係の修復は首相が退陣表明の際に誘って誇ったレガシーの一つです。首相は定着させた流れを次期首相に引き継ぎたい考えですが、先行きには不透明感も漂います。日韓関係、じゃあすいません、先と戻って11番。はい、ではこちらの記事です。はい、はい、ではですね、竹島の記事ですね。はい、松村義文領土問題担当相は、島根県の丸山達也知事、同県壱岐の島町町の池田厚生町長と内閣府で面会しました。島根県の竹島が属する道庁で11月9日に開催される竹島領有権確立運動壱岐への島集会への閣僚出席を要請され、適切に対応したいと述べています。池田氏によると、県による式典とは別に町単独で竹島に関する集会を開くのは2010年以来14年ぶりです。松村氏は竹島問題に特化した政府組織の設置や、周辺で安全に漁を行える環境の整備などを求める要望書も受け取りました。なんか私、岸田さんの外交の日韓関係良くなったというんですけど、本質の問題を置き去りにしたような感じを受けてしまうんですが、安倍さん、まあ、日韓関係客観的に見て良くなったんでしょうけども、それは単にその左翼政権からユン大統領に変わったということが一番大きな要因で、もちろんだからといってマネージメントをちゃんとできましたということはいいんですが、まあ、それほど自慢されてもなと思います。やはりレーダー照射事件も曖昧なところに着手してますし、まあ、竹島はね、確かにこれ簡単に解決するような話じゃないので、まあ、私は一度に解決しろなんてことは無理は言いませんけども、まあ、そんなに誇れることでもなという気がしますね。はい、名古屋さん、一言。全く同じ。はいはいはい、しっかりと外交政策も、次の方には検証していただきたいと思います。